ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロスの斉藤智春です。ご視聴ありがとうございます。斉藤信夫です。一番好きなフォーマット何？いや、レガシーなんですよ。そうだよね、斉藤信夫といえばレガシーだもんね。レガシーすごい昔の印象だと、もう金スレ使っときゃええやろみたいな感じで、周りも青デッキばっかみたいな、ガチデッキはみんな青みたいな感じだったのが、最近やってみたら青入ってなくても結構全然戦える強いデッキ多いね。多いですね。トチタンとか、トチタンね、ターボデプス、デスタク、デスタク、あとなんだろう、エルドラージ、エルドラージ、エルドラージ2種類あるもんね、ポストとストンピート、ストンピート、あと赤タン系の、赤タンスニークだったり、血染めの月とかね、入ったね。うんうんうん。あと今レガシーの環境の定義がグリゼル、対グリゼルに勝つデッキ、こうデルバーを中心にその周りのメタゲームがある、メタゲームがあるっていう感じですね。まあ、もしかしたらグリゼルちょっと目立ちすぎてだんだん減ってくのかもしれないね、この後ね。今ちょうど、まあ、今みんなの頭の中ではグリゼルが絶対王者みたいな感じに思えてるけど、まあ、これから減ってくのかもしれないね、実際に意識されすぎてて。ただチーム GP が今度あるじゃないですか、京都で。うんうん、それの場合また違うのかなっていう話はしてて、よく GP は個人と違ってそのチームへの配慮とか、俺の中でもそれ絶対あると思ってて、そのチームに対する責任感から、なんかふざけたデッキとか一か八かのデッキ選択ってしづらくて、ってなると、まあグリデルとかグリデルの強いフェアデッキ、こう硬いデッキが増えるのかなっていうイメージ。海外のプロはかなり 4C を選んだっていうふうに聞いてます。レガシーに関しては、へえ、グリデルを使うかグリデルに強い 4C を使うか。グリデルに 4C ってさ、まあ、どれぐらい強いのかって言ったら、まあ、でも 55% とか 55% ぐらいです。まあよくて 60% みたいな。そんなに得意はないと思います。ちょっと真剣しゃべり場になっちゃいましたけど、はい、ハレルヤコンバットはね、まあ、基本的に対戦して楽しんで楽しく見てもらうっていうね、まあ、テーマですので、じゃあ行っちゃいますか。行っちゃいましょう。久しぶりの対戦、対戦よろしくお願いします。強い。お、九。はい。じゃあ先手いただきます。はい、お願いします。お願いします。ポンポコ宮本。しょうがないな。はい、キープします。6枚です。先日一番上これです。一番上に乗せておきます。ちょっと待ってよ。斉藤の棒だからな。気合入れていかないと。海の上で、怖いです。どうします。終わりです。はい。海じゃなくて終わりです。エルドラージ。その時点でエルドラージか。いつリアクションしてんだよっていう。はい。はい。これですか。はいです。コンボが一旦目のエンド時にブレインストーンすると、うん、コントロールがああいう打ち方しないんで、大体コンボっぽいけど、コンボがああいう打ち方すると、まあまあ2ターン後ぐらいか次のターンぐらいに死にそう。すごいね、すごい洞察力だ。いや、セオリー、セオリーですね、結構。まあ、確かにコントロールがこんな急ぐ意味ないもん、何もない相手に。これクリーチャー出てたらなんか剣を好きに、剣を好きに、引きたいとか、闇の苦心とか抑えて、分かる。どうしてもウィルを探したり、そう、プロを探したりしないといけないのは分かるんですけど、大体1ターン目のエンド時の追加の手札としてゆったり持っとるもんね。そうですね。次の、板長、17。だから、コンボデッキ。これはもう、しかも板長だからね、コンボ感満載。コンボ感満載ですね。島からギターだと、なんとか、ショーテルか。で、フェッチランドが青赤フェッチなんで、若干、ショーテル寄りだけど、まあ、アントかもしれないなぁって。一旦フェッチから島なんで、まだまだ読めないんですけど、どっちかは。知ってるか。どうしよう。ホワイトさん。週末を招くもので、攻撃ブロックが
できなくなっちゃうって書いてあるから、もじもじ。もじもじ。もじもじだよ。そして愚問も持ってると。愚問持ってる。本番だったら、ギターブレイン打って、エンド時ブレイン打って、コンボで返し死ぬかなって思って、ギター打たれてハンド覗かれた上で、こっちが膠着、まあ、膠着するってことは、まあ、怪しい。7-3 ぐらいで、7ぐらいでショーテルで、ショーテルで出すものも、グリセルじゃなくてエムラクールで、っていう感じですよね。だからほぼほぼショーテル、エムラはハンドにあるのが読めるから、トマハルさんがもし、ドロソーとか打ち出したら、ホース探しに行って、何台のために控えるんだろうな。もう一つ行こうからです。もう一つ行って、サイクリン。15でどう？クリステル引いた。クリステル引いたなら、一応ペイ7すれば。いつか。やって、ここで。ショー&テル、クリステル。はい。週末もレッドが。はい。これでエンドです。エンドで、はい。はい、じゃあ、ターンいただきます。殴れはしない。殴れはしないか。1.8 だった。レアに行ってます。はい。14。はい、じゃあ、ターンエンドです。キープ。はい。行きました。はい、ドロー。はい。7点払って残り7だと結構そいつプラス1体とかでいかれそうだけど引かないことには7。はい、こっちは不毛切りたいんですよね。 A 線のそっちどうせ引くからね。意味ないよな。結構まずいな今引いた7枚。これとりあえずベスト。とりあえずベスト。はい、どうぞ。ベスト、はい、ブレストで2枚戻してそのセット上がれるともうチャンスになっちゃうから2枚出してフェッチ置いて OK です。でその後サクッて、はい、でショーテル。ショーテルこれですね。やばい死ね。はい、はい、ええトップデッカまさかの両方殴れないですね。両方殴れない。プロテクション夕食の呪文、の呪文関係ない。無職のクリーチャー完璧完璧な回答だ。ペタル、はい、相当まずいよこれは。相当まずい。まさかの、はい、アタックしたい。あでスナックできなくしましたと。はい、はい、いやまあ全然はい。じゃあ払います。で2点飛んでくるわけでしょ。アタックできない中終わったんじゃないこれ。こいつら出して勝つできない。もうすでに出てるのに、ね、見てる出てるのに相手のダメージだけ入ってくる。これは面白い。はい、終わりです。ドロー。はい、押す。今度は OK です。シャッフル。シャッフル、はい、ドロー。そんないっぱい入ってもんじゃない。アタックしたい。アタックしたい。じゃあ封じたい。封じたい。はい、戦闘終了後にこれかで、終了。終了、はい、はい、不毛大地で都を割りたいです。直感。直感、はい、OK です。 OK です。はい、じゃあ以上です。耐えないと、とりあえず生き延びないと。プレイ2点で、はい、うん、で、耐えます。で、ドロー。はい、で、2だからこのターンに何かしないと。いや、このターンにというよりはアップキープに2点負けました。それに気づかれたな。はい、フォローできました。
なんこれを入れました。アウト後手なんですけど、途中だったら狙ったんですけど、こっちの方が 弱いと思ったんで、この7枚アウトです。こちらです。まあ見ての通り本番に強いカードですね。初動あり、妨害あり、ギフトのショット。お願いします。成功。OK です。はい。1枚上がり。はい。1枚下。はい。はい。はい、お願いします。K2 で10月です。ホワイトです。はい。はい。はい。うん、これフェッチいけちゃう。これフェッチいけますね。頭が出なくなって、頭が出なくなって何も止められなくなる可能性が。今、たらにしましょう。はい、ランで。いやらしいね。今なでランです。ランです。結構ナチュラルに赤間引ける確率って少ないよね。まあ、ペタルもあるから、まあ、ペタル4、ボルカ3とか3、ヤマ1、なんだしかない。攻め手を。そう。いや、何を考えなければ素直にこういうマナ息でプレイしたいんですけど、無色マナが供給できなくなっちゃうので、先に無色マナが供給必要なスペルを消化してから月にこう受けるっていうのもあるのかなと思ってて。そのマナで2点ペイで。はい。18です。16です。はい、です。ちょっと待って。はい、出れば。これ対応で。はい。いいよ、OK です。OK です。はい、うまい。はい。これ出ますか？はい、直す。実は早いです。どう？次。OK です。出ました。はい。定番サイドボード。定番サイドボードですね。コンバットで3点で。週末をね、こもって全部無色起動。無色起動です。無色まだ供給必要です。あのタップ1点は必要じゃないですけど。うん。タップ1点だけっていう。はい。じゃあ今度こそか。今度こそ。シャンセル。シャンセル。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。
知らなかった。終わりです。セース X1 だ。はい。ダメトゲ。ダメトゲ。よりも6枚プラス1回これでこれもあるっていうのは結構魅力的。このゴールデンラインが、ただ相手の手札の妨害次第では一ターン目チャリスも一ターン目アメジストも完全に詰んじゃうから、あんまりやりたくないな。相手分かんなかったらやってもいいな。いや、負けパターンが多いから割りがキープ。はい。下で。はい。どうぞ。お願いします。お願いします。いいで。お。ジャガー。ジャガー。一ターン目に。じゃ。一ターン目。グラウンド一枚寝かして二で結構パウパーでもある動き。そうですね。ちょっと寂しい。寂しいですね。終わりです。はい。はい、見たい。18。じゃあエルドラして。はい。そうそうだな、3ターン目余計なシャンボ出してきそうな。ミミックがこのターンにいたのがミミックっぽいから。間違いない。逆だもんね、持ってたとしたらね。受験者ぐらいありそうだな、これ。チャリスも出してもらえ。チャリスかアメジストだったら、このターンほぼ出してきてるから。そうですね、アメジストだな。ほぼ出してます。ちょっとブレスコで。OK です。コンボはね、どんどん掘っていった方がいいな、特に後手はね。そうなんですね。うまい。前相手に取っといても、そうですね、同時にと早打つっぽいね。
だからもうここで俺ができることって言ったら、相手カウンターまだないから、エムラトップだよね。エムラトップポポンポン。ポポンポン。しゃ、ラストチャンス。もう価値観負けだね、このターンで。まあ、17点負けだ。そら来い来い。ありがとうございました。ありがとうございました。お送りしました。はい、今回のハレルヤコンバット、いかがだったでしょうか。いやもうね、楽しかったですね。あの昔からのスニークと、はい、ね、最近流行ってる GP でも優勝したエルドラージ1ゲーム、びっくりしたね、あれね。あれ初めてやりましたね。あんなのめったにないの。週末を招くものって、はい、何枚 ?2 枚2枚です冗談で2体出たら結構勝つよねっていう話はたまにしますけど、あ、そのなんか冗談がスーパー逆マンみたいなのが起こった、あれみたいなスニークショー3ゲームしかやったことなくて、あれを体験できたのはなんか嬉しいなかなかないですね。うん、嬉しかった。ハレルヤコンバット今回のやつの放送日がなんと25周年記念マスターズの発売日ですね。今日はレガシー、はい、レガシーでのね、使えるカードがかなり盛りだくさんですよね。そうですね、パックからレガシーで使われてるカードが結構な確率で出ちゃうんで、もうかなりカードがね、レガシー的には集まりやすくなって、ますますね、人口が増えて、レガシーが盛り上がっていくのかなっていう感じがしてて、ワクワクですね。しかもレガシーといったら、川北さんが、ああ、そう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 、そうだね、告知しなきゃね、今週末、3月18日、日曜日、第11期のレガシー新挑戦者決定戦がハレルヤトーナメントセンターにて行われます。はい、当日参加可能なので、挑戦してもらえればと思います。最後にハレルヤチャンネルからの告知です。現在チャンネル登録者を1万人集めて、ハレルヤコンバット in YouTube スペース撮影してみましょうというね、したいなっていう企画を進行中でございます。はい、で今チャンネル登録者が8000人近く集まってくれていて、もう一息というところなので、皆様ぜひ登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、では今回ここまでということで、ありがとうございました。ありがとうございました。